G ハルフィーを結成してベルトを取ったり、あとはロガンプロだったインディージュニアの挑戦、他の団体でもシングルの挑戦がありました。で、本当にその度にすごくたくさんの人に助けてもらって、人にお世話になった1年でした。新型コロナの流行で、濃厚接触者になった時もたくさんの人に大丈夫とか手伝おうかって声をかけてもらったり、人に恵まれすぎてるので、2021年は今年取れなかったシングルのベルトを巻くというのと、あとは助けてもらった分人に恩返しができる人間でいたいです。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。ハリさん、お願いします。じゃあ頑張れプロレス、頑張れプロレス。